本日は当チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。聖剣伝説2第10話プレイしていきましょう。さて前回はキノコの住む国マタンゴ王国で出会った偉大な王トリフォー様の器の大きさに感銘を受け、後ろ髪を引かれながらも向かった先の砂漠で迷子になり、通りがかった船に拾われて助かったかと思いきや、その船を牛耳っていたのは親の権力で増長しているモリエール中佐。キノコに比べて人間はダメだなぁと落胆したところで終わったんでしたね。今回はその続きからのスタートになります。ではさっさとこの労働部屋から脱出しましょう。おや、出られない。ふむ、海賊の人に話しかけてみましょうか。お、頼りになりますね。セルゲイ兄貴と呼ばせてもらいましょう。ありがとう兄貴。じゃあ仲間を探しに行きますか。そういえばチビスケは料理担当として連れて行かれましたが、料理なんてできるんでしょうか。やっぱりね。さすがはチビスケ、大物です。あとはピーコちゃんか。お、セーブしてくれるんですか。そうだ、めっちゃでかいネズミが出たぞ。強いですね、ピーコちゃん。まともそうな人が来ました。全然まともじゃなかった。孫に甘々なダメジジイです。やんのか、ほら。
見下げ果てた軍人ですね。部下にも見捨てられました。あれ、四天王のゲシュタールさんじゃないですか。もう四天王と戦うんですか。ええ、バイクに乗って戦うの。子供3人を相手に、なんて大人げない。あっさり倒せました。大したことないですね、四天王。北に町、西に神殿ですね。あ、兄貴。ご無事で何よりです。こいつはもう、救いようがないな。まったくだよ。一兵卒から、やり直させればいいと思います。また砂漠か。お、すぐ町に着きました。踊ってるけど、普通の人かな。あ、この人は商人でした。アライグマの帽子。最初の街で子供がかぶってたやつじゃないですか。
お揃いの帽子です。温暖化現象が深刻化してますね。ふむ、スコーピオン団の仕業かな。王様だったんだ。帝国なら、もっと強引なやり方するでしょうし、やはりスコーピオン団かな。ワッツさん、だいたい後ろ向きで現れるの、なんで？じゃあ、宿屋に泊まって、種を探しに行きますか。ここは大砲屋か。じゃあ、砂漠に繰り出しますかね。なんかキラキラしてますね。ヘルメットをかぶったアヒルがいます。そして匍匐前進で近づいてくる。
この砂漠は特にループするようなことはないみたいですね。神殿の音楽です。ふむ、一旦戻りましょう。スライムの赤いやつです。増える前に魔法で倒してしまいましょう。
む、ドテチンがはめられてる。そして、そのままはめ殺されました。やってくれるじゃないか。こっちも先には進めないのか。ここも坂道になってて登れない。お、クリスタルがありますね。ここは水でしょう。あれ、ダメだった。こっちかな。うん、素直にディテクトしましょう。サラマンダーか。じゃあここに来るのはサラマンダーを見つけてからなのかな。ウーム、また砂漠をさまよってみるか。何もありませんね。もう一度神殿を調べてみようか。神殿にも何もない。うん、どうしたもんか。あ、そういえば氷の国なのに暖かい場所があるって町の人が言ってましたよね。それってもしかしてサラマンダーを誘拐したからなんじゃないだろうか。行ってみましょう。おお、海を越えました。途中で落ちたら怖い。む、トドがいっぱいいる。なんてストレートなネーミング。そうだよね。急に気候が変わったら困るよね。ワッツさん、もうちょっと気を使ってあげてください。
ふむ、そこが怪しいな。どこの町にも一人はいますよね。偏屈なじいさん。さて、それでは今回はここまでにしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。次回、聖剣伝説2第11話でお会いしましょう。またね。